幌の地下鉄東西線の大通駅です。足元を見てびっくり。こんな風に区分分けがされているんです。地下鉄に乗る人、そして地下鉄から降りてくる人、重なり合わないようにスムースに乗り降りができるように、床を色分けした。この東西線の大通駅がモデル駅ということで、実証実験が行われています。うまくいくと南北線や他の駅にも広がるんでしょうかね。なんかちょっと品川の駅みたいな感じですが、うまくスムーズにいくといいですね。